トリア選手が取りました。ご覧いただきましたように、セットカウント3-2で CSB。 それでは勝利者インタビューに行きます。 PF ブルーキャッツ10番の渡引選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。フルセットを制した今のお気持ちをお願いします。はい、苦しい後半苦しい展開になってしまったんですけど、コートの中も外も一丸となって全員で掴み取れた一勝だと思います。2週間前のホームゲームでは惜しくも2連敗という負けを喫しましたが、この2週間どんな思いで今日コートに立ちましたか？先々週、2連敗してしまって、次の試合は2連勝するという強い気持ちを持って練習してきたので、まずは1勝することができてよかったです。そして阿波羅市での初のホームゲーム、見事白星となりました。今日見に来てくださった方に一言お願いできますか？はい、初めてこの体育館でホームゲームをやらせていただいたんですけど、たくさんの方に応援しに来ていただいて、たくさん声は出ないですけど、たくさん応援していただいて、それが力になったと思います。ありがとうございました。これで6勝5敗となりました。試合は明日も続きます。明日への意気込みをお願いします。はい、まだまだ自分たちのミスが目立つ試合だったと思うので、明日また切り替えてしっかり勝ち切れるように頑張っていきたいと思います。明日も期待します。ありがとうございます。ありがとうございました。勝利者インタビュー渡引選手でした。